もう入れる場所がないな。これはスタックできる。ですね。まあ、こんなん、ね、とっととインゴットに変えちゃえばいいと思うんですけど、なんか鉱石のまま残しておくの結構好きなんですよね。こういう感じでなんかこうね、なんだっけ、鉄、あれアイアンどこ行った、ああいた、あった、こういう感じでなんか種類ごとにね。なんで金とか持ってんだ。ああ、そっか、一回なんか、あれか。ね、ギガスの、とこ行ったんだな、そういえばな。あ、そうだ、こうやってね、なんかもうこう、同じじゃないの。あ、同じじゃん。ミスリルも持ってんじゃん。そう、こういうふうになんかそう、揃えて、ね、置いとくの好きなんですよね。あ、俺、こっちの方がいいかな。なんか、こういうか、どうでもいいっすね、これ。いや、重要だよ。こういう感じ。あ、これミスリルじゃん。すげえ、ミスリル持ってるわ。金。これミスリル。で、これを、こう、これ、鈴をここ、鈴じゃないか、これ。炭か。ボーキサイと、宝石。まあ、なんか、もうどうでもいいわ。こんな感じでいいかな。よし。よし、採掘行こう。ちょっとね、何あげりゃいいんだろうなぁと。とりあえず、でも採掘80まではいけるから、あと 4.5 あげたいね。というわけで、あ、ちょっと金置いてこう。もう重量がね、いっちゃうからね。ちょっとなんか、多分、前回って、まあ昨日の動画も、なんか音が、ね、こもっちゃってて、マイクのせいなのか、それとも部屋を硬しすぎて響いちゃってるからなんかわかんないですけど、金結構持ってんな。あ、そっか、姉さんに言ったからだ、あれを。あれなんだっけ、なんかガチャで出たやつですね。買い取ってもらったんで、お金あるね。じゃあ、とりあえず行こうかな。空腹度とか大丈夫？ちょっと微妙だけど、まあいいか。というわけで、とりあえず撮り始めましたけど、特に喋ることがないね。そう、だからなんか、ね、部屋をね、すげえ片したんで、ちょっと広くなっちゃった分、ね、物がなくなっちゃった分、音が反響してるのかもしれない。原因はちょっとわかんないですね。パソコンが壁際に置いてあって、後ろが、だからそう、部屋に背を向けてる状、部屋の中心に背を向けてる状態なんで、まあ広いですよね、空間が。でね、なんか、広いんすよね、部屋が無駄に。なんか、携帯鳴ったな。そう、なんか、なんて言うんだろう、これ。分類上、テラスハウスって分類なんですけど、なんか、なんか、戸建てを真ん中からぶった切った感じの、集合住宅なんですね。で、まあ、うちと、もう、隣にお隣さんがね住んでるだけなんですけど、なんでこれ中途半端に削れてんのこれ。
よくわかんないな。まあの2世帯しか、うん、住んでないんですけども、うん、そう、それでね、まあ2階建てなんですよね、だから、うん、でちょっとね服が多すぎてね、1階に一部屋あって、うん、結婚してた時はそこ寝室にしてたんですけども、まあね、一人身になってから下も完全に服置き場になってるね。すごいんですよ、量がね。失礼。そんなわけで、まあ、上で、まあ、寝たり、飯食ったり、ね。まあ、動画撮ったりもしてるわけですけども、うん。まあ、リビング、ダイニング、リビング、ダイニング、キッチンってなってますね。だから、分かれてはいないんですけど、あ、キッチンはだから、なんか、カウンターキッチンになってて、別になってますけど、うん。リビングとダイニングは、まあ、一緒くたになってるんで、なんか、無駄に広いんですよね。うん。だから、あ、精霊倒そう。うん。ちょっと、そのせいで、音が反響してるのかもしれないなっていう話です。うん、配信やってた時にあんまり部屋の風景を映り込みさせたくないんでパーティションを置いてたんですけど、うん、そのパーティション置けばまあ多少はその反響が防げるのかもしれないですけど、動かすのがめんどくさいんでやってないですね。何にも話すことがないから、また勝手になんか自分の家の話をし始めたんだけども。あ、そう。これ今撮ってるのが1月2日なんですけども、うん。昨日の、夜にね、まあ、元日の夜に、まあ、あれ、なんだっけ、ね、動画でも何回かこう話で出てきた、オバマ先生がですね、たまたまね、実家に遊びに来てたみたいなんで、で、うん、今日帰るっていうんで、じゃあちょっとね、遊びに来てよって言って、来てもらって、ちょっと飲みながらね、桃鉄やったんですけども、どうも、これさ、パーティーゲームが弱々しく、おととしの12月にクリスマスパーティーを自宅でやったんですけども、そこで、桃鉄やったんですけどね、うん。まあ、最下位になり、で、去年のクリスマスも、まあ、うちでパーティーやったんですけども、うん、マリパで最下位になり、昨日のオバマ先生との桃鉄も最下位でしたね。いや、うん、弱いですね。うん、人生ゲームとかは割と強いんだけどな、なんでだろうな。そう、マリパと桃鉄弱いらしいですね。いや、なんか途中まで独走状態だったのに、なんか、キングボンビーで、なんか、物件全部持っていかれちゃってね、もう、終わりましたね。いやー、ガチバトルやりましたね、ガチでね。うん。そうそうそう。もう、なんか手抜いても面白くないからね、こういうのは。しょうがないですけど、負けましたね。全然上がんないなぁ。0.3 しか上がってないですね、これ。まあ、こんなもんか。
あ、80になったらちょっと賢者欲しいですね。これとか割っちゃおうかな。採掘の賢者か。お、上がるな。うん。で、ちなみにこれ何あげてたんだっけ。水泳、水泳とか。あ、水泳まだでも限界までは行ってないんだね。じゃあ次回は水泳をあげに行こうかな。昨日はだいぶ、そう、クリスマスパーティーとね、昨日でね、結構アブさんを飲んだね。なんかやっぱアブさん、まあ常備してあるんですけども、やっぱ一人ではそんなに家ではね、飲まないんでね。だから配信やらなくなっちゃったんで、配信やるとね、なんか3、4杯いつも飲んでたんでね、結構消費したもんですけど、さすがに、ね、やらないと、一人で飲んでも、ね、楽しくないですね。アーブさんね、上がる酒なんで、上がった時に孤独を感じると、死にたくなるじゃないですか、もう。そんなことはないですけど、というわけでね、まあ、ね、配信やってればね、視聴者さんがいるんで、まあ一緒にね、飲みながらできますけども、なんかね、入院して、てか退院してから、なんかいろいろ、なんか元気がなくなってしまって、もうなんか、ね、化粧して、整えて、配信やるぞっていう気分にならなくなっちゃったんですよね。よくないですね、こういうなんか。で、なんでまあ動画もね、だから去年末ぐらいからやろっかなって思ってたんですよ。動画撮ろうかなって、また。で、でもやんなかったのに、まあ理由はないんですけど、特に。なんかまあ、ここまで来たらもう1月1日からやればいいか、みたいなね。のは若干ありましたけど。ね、なんか一回途切れちゃうと、もう気力が全然出てこなくて、ダメですね、こういうな。ね、年のせいにもしたくないし、まあ、ちょっと、ね、頑張っていこうかな、と思ってますね。ね、2日連続で上げてますけども、いやー、もう、やるぞと思って2日連続で上げてますけど、話す内容は何にもない。何にもねえなー、どうしようかなー。ね、なんか面白いことがあれば、話すんですけど、面白いことかー。なんかあったかな。ないな。なんか、明日、明後日、あげるとするならば、まあなんかね、話まとめておきますね。今日は、なんか、また、昨日あげたから今日はいいやみたいなね、あの感じになっちゃうと、またどうせね、お、76だ、やらなくなっちゃいそうな気がしたんで、もうちょっと今日は無理やりね、ちょっと今動画撮ってるんですけど、今16時だね。これ間に合うかな、17時に。まあまあまあ、間に合わなくてもいいでしょうね。今日はちょっとまあ外に飲み行こうかなって思ってるんでね、これから。まあとりあえずその前には上げ終えてしまいたいですね。まあもう15分話したから今日はいいかな、もう。なんかまとまりつかないよな、話が。なんか一個テーマがあるとね、ダーッと話せるんですけど、
ね、そういうのもだから結局なんか何の話しようかなって思った時にあのいただいたねあのコメントとかで、あ、これの話しようって思いついたりもしちゃうんですけど、今日まあなんかまあ結局しばらくね上げてなかったんでそういうのもないんですよね、コメントもね。だからまあなんかテーマがありましたらね、コメントに残しといてもらってダメだ、人任せにするとダメだな、なんかもう。はい、というわけでね、なんかあのこれ採掘結構やりますけど、まあなんか何かを作りたいとかそういうわけではないんですよね、あの採掘やってるのって理由って、あのウルティマオンラインをやってたんですよ、昔、もう20年以上前ですけども、うん、あのまあこうマスターオブエピックやってた世代はウルティマオンラインの存在ぐらいは知ってるかと思うんで、まあ、まあウルティマオンラインやってたんですけども、うん、その時もねずーっと採掘だけをやってたんですよ。でね、家があったんでその時はもう鉱石を床に敷き詰めてですね、もう取ってきてそのまま、うん、インゴットとかにもせず、なんか加工して何かを作ろうともせず、ただただ、あ、重量いっちゃったよ。うん、採掘だけをしていったんですね。もう掘るのが好きなんでしょうね。うん。ね。マイクラとかやったらいいんじゃないかなって思うけど、あんまりなんか、俺あのゲーム、やる気が起きないんですよね。まあなんでって聞かれたら、わかんないですけど、なんかあんまりやる気しないんだよな。多分やったら面白いんだとは思うんですけどね。うん。なんかあれやるんなら、ね、ドラゴンクエストビルダーズとかやった方が、俺は面白いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、まあ、ゲームのことを批判するのもね、ゲーム実況動画やってるのに。まあ、なんか、批判してるっていうよりは、まあ、なんか、個人的に好きじゃないっていうだけの話なんでね、別に、あれのゲームが人気あるのはよく知ってますし、うん。まあ、でも、俺はいいかな。と思うんですよね。なんかこれ MMORPG でなんか掘ってる方が好きだな。ね。なんかでも採掘って、なんだろう、でもやっぱり FF14 の時は全然ギャザラーとかやんなかったんで、マスターオブエピックと、ウルティマオンラインだけかな、採掘楽しいの。俺はね、うん、っていう感じですね。はい、じゃあ戻ってきたんでね、もうこの鉱石を精錬することもなく、このまま、銀行に預けて終わりってことでいいかな。うん、よし、ちょうど20分ぐらいだね。なんか話うまいことまとめて喋れるようにしないとな。って感じで、終わりますね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。